規事業のアイデア、海外の場合ですね、まあ、新規事業を海外でやりたいという方はかなりご相談いただくんですけども、まあ、どういうふうにやっていけばいいのかというところですね。重要なのはやはり現地の文化や需要に基づくアイデアというところです。あとは、まあ技術の活用とデジタル化ですね、まあ、ここの部分はもう必須なのかな。あとパートナーシップの構築ですね。現地とのパートナーシップの構築すごく大事ですね。結構ここから論じている企業がうまくいってなかったりするんですけれども、やはりここは必須の項目かなと思います。あとグローバルな視点と市場の選定ですね、まあ、ここはですねやはり、グローバルな視点というのはですね、とても重要でですね、まあ、成長が見込まれる地域や産業をまあ重視しながらですね、その他のグローバルな場所とのつながりというのも意識することがすごく重要になります。で、まあ、とにかくですね、こういったポイントを外してですね、やみくもに、新規事業を海外でやろうとしても、まあ、うまくいかなかったりすることになります。で、